川鎌です。久しぶりにシティーズスカイラインズ番外編をやっていきたいと思います。このゲームってモッドがあって、そのモッドを使うとまあいろんなことがねできるようになってるんですけど、その中でもねこうやって建物をですね重ねて建てることができるんですね。まあいわゆるシェアハウスってやつです。今世の中がねウイルスでいろいろバタついていて、不要な外出は避けてくださいと口を酸っぱく言われてますけれども、こうやってね建物を一箇所に集めて建てれば外に出る必要そもそもなくなるんじゃねって思ったんですよね。外に出る必要がなかったらさ、わざわざ服を買いに行くのも、レンタルした DVD を返しに行くのも、外食するのも、全部一箇所でできてしまう、そんな素敵な都市を実現できるんじゃないかなと思うので、ちょっとやってみたいと思います。ということで、まずは、まあ、人が住んでもらわなきゃいけないので、家をね、何軒か、建てていきましょう。はい、適当にね、選んでいきましょう。どうせ見た目わかんないからはい、30件ぐらい重ねてみましたもうやばい、もうなんかこう空論城みたいなやばさが漂ってくるねマッドサイエンティストが住んでそうだな。もう訳がわからなくなってる。いいですね、これは期待が持てるね。あー、しまった。そうだそうだ。久しぶりだから忘れてましたね。水と電気が必要だと、いうことなので、巨大給水塔、これをここに重ねましょう。多分、音がめちゃめちゃうるさいと思うけれども。頑張れ。発電は風力発電所にしましょうか。はい。これをね、ここに、1,2,3,4,5,6,7,8,9 まず10個ぐらい10個ぐらい建てればいいかな。あと忘れちゃいけない、下水処理ですね、内陸水処理施設ですね。土壌汚染を引き起こすこいつを置いてやりましょうか。これも2個ぐらい置いとけばいいかな。はい、時間進めます。風力発電やべえなこれ千手観音みたいになってるけど、なんかめちゃめちゃレベルアップしてる。マジか。みんな気に入ってくれた。早速、超合理的シティの恩恵に預かってるね。来た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 、車来ましたよ。ここに住みに来たか。ようこそ、超合理的シティへ。あ、みんな思い思いの場所から入っていくね。大人気だね。あ、いか、犯罪が発生してる。そりゃそうだよ。人が多いと犯罪も発生するよ。じゃあこれは日本の警察を建てましょう。交番。2個ぐらい建てとくか。よーし。あと消防も建てとこうかね。日本の消防署。これもね、2箇所建てときましょう。すごいよね。通報後0秒で駆けつけるよ。おー、あパトカー。外出たな、一応。一応外出るんだ。乗りたいんだ。あ、そして帰ってった。同じだから。同じ場所だから。乗んなくていいから。需要が伸びてきたね。商業と産業。じゃあ、まず産業行きましょうか。吉田木材。はい。久保田建材も行こうかな。久保田剣まで見えるね。おーい。140人もいるからまだ足りないな。自動車整備工場も行きましょうか。これ、2個、3個ぐらい建てればいいんじゃない。あとは商業ですね。ラーメンショップ。いいね。自宅にいながらラーメンショップ、ラーメンが食べれるっていうね。青山。青山になっちゃう。ガスト。カメラの北村。もう何が何だか。青山の主張が激しすぎる。あ、音がうるさいって。やばい。病院だ、病院。病院建てよう。2個。2個ぐらい建てればいいかな。3個。おまけで。何この謎の動き。どうしても救急車なんだな。普通に担架で運んだ方が絶対早いよね。いかん。みんな騒音で苦しんでる。
これちょっとダメだ、病院足りないな。10個ぐらいはいいでしょ。頑張れみんな。おお、すごい。あ、ちょっと待って、これは、あ、そっか、水が汚染されるのか。そうか、そうだよね、飲み水と排水同じ土から取ってるもんな。あ、人死にが出てる。ちょっと待って、ちょっと待って。人死んでる、人死んでる。燃やそう、燃やそう。証拠隠滅しないと。石橋西条、置いときましょう。よ。でかくない西条。でかっ。青山とラーメンショップの主張。みんな頑張れ、耐えてくれ、自己暗示をかけるんだ、水が美味しいと。浮遊ゴミ回収装置さ、これ、普通は海に作るけども、陸に置いちゃダメなの陸に置いたら意味ない。ちょっと試してやってみていい？水質汚染綺麗になんねえかな、これで。あ、ダメだね。どんどん上がっていくね。OK、わかった。ちょっとさすがにこれだと、理想的な都市とは言えないので、合理的だけどね。合理的だけど、理想の都市とは言えないので、一旦エコ内陸水処理施設を破壊しましょう。はい。で、下水をどこで処理するかというと、まず水路を敷きます。はい。浮いちゃったけど。うん。で、下水処理施設を、ここに被せるように置きます。で、そこに浮遊ゴミ回収施設をいっぱい置きます。そして、ポンプ場でそれを吸います。これで下水処理場が入った汚水を浮遊ゴミ回収施設がきれいにして取水ポンプで吸うみたいな、そんな見事なコンビネーションを発揮してくれないかな。どんどん湧き上がっていく。ちょっと待っていかん、これはまずいまずい、青山がやばい。ちょっと待って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 、これダメか、これダメか。そうか、これはちょっと難しいのかもしれないね。つうかあれだよね、普通に工場でも土壌汚染されてるからもうダメだなダメだわ。ちょっとやっぱりあれだな、ここまでやっといてなんだけど、水関係は話そう。そしてよく見たら家の前にめっちゃゴミ溜まってんな。リサイクルセンター置いとこう。はい、3つぐらいあればいいかな。中にあるさ、放棄された家ってこれどうにかなるのこれ。あ、中身すごい、中身が見える面白、なんだこれ、オタク拝見。あー、もう完全に埋まっちゃってますね、この車ね、スズキの車が。これもう出れないでしょ中のどれだろうな。あ、この辺りか、これか。いや、ちょっと待って、これか。あ、これだ、ミキ缶放棄されてる。これ怖そう、すごい、なんか手術してる気分お腹を開けて幹部をメスで取り除いてる気分。どこだ、もう何が何だかわからん。どれだここにある、これこれ、これを壊したいんだよ。ここだ、この三角ここが放棄されてますね。よしよし、壊そう。よーし、低密度をいくつかまた立てていきましょうか。ちょっと日本風のやつをね、やっぱりね。あー、いいですね、こういう凝縮されたやついいね。さあ、いっぱい建てようよ。あと、こういうアパート的なのもいいよね。まあまあ、いいよねってだって、全然形わかんないんだけどね。ああ、いい感じになったんじゃない？ね、迫力あるでしょ、これ。すごい。もう何が何だかわからないけれども。この中島接骨院も、そのうち、不快に飲まれるから。そうか、分かった、あれ建てればいいじゃない、エデンプロジェクト。これだよ、これ、これがあれば全ての汚染なんてもう関係ないでしょ。はい、あ、まさにここはエデンよく分からない、よく分からないけれども、すごい勢いだけは感じ取ってもらえるかと思う。これってもう土壌汚染もなくなるんだっけ。5%、 あ、土壌汚染は残るのか。でも土壌汚染が残っても水質汚染ゼロだからさ、これあれなんじゃない、吸い上げて飲んでも大丈夫なんじゃない、ダメなの。
夢の全てね、一点集中でやっぱり行きたいわけですよ。やっていきたいわけですよ。水質汚染は、あ、やっぱりあるわ。ダメだ。エデンでも太刀打ちできねえのか。あ、いか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 。水質汚染増えてる。わかったぞ。給水塔で吸い上げた汚水を、ウォーターアウトレットで水路に吐き出して、その時点でエデンの効果で、汚水は真水に変わるでしょう。そしてそれを取水施設で吸えばいいんじゃね。あ、それだそれ。それだ。行こう行こう。それならいけるわ。巨大給水塔を、ここにこう、ドドンと、エデンの真ん中にね、置く。その先で、ウォーターアウトレットで、吐き出す。で、水路を通す。水路通ってるこれ。もう全然わからない。エデンがでかすぎてわかんないけど、ちょっと地下潜ってみようか。あ、ちゃんと水路あるね。すごい。地下世界だな。面白。で、そこの水路に、ポンプ場、取水施設をつければいいんじゃないのこれ。これが正解なんじゃないのこれ。で、下水は、エデンの効果で、綺麗になるから、そのまんま、水路に吐き出せばいいんでしょ。ほら、できた。これでいけるんじゃないの。やってみようか。ウォーターアウトレットが多分どっかにあるんだよね。あ、これかな？この板みたいなやつ。これウォーターアウトレット感があるな。水出してる。水出してますね。で、この水が多分下に、こう潜ってってるはずなんですよね。この下に。あ、ほら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 。ね。これもう普通の真水なんだよね。多分。で、それを、取水、はい。このポンプがね、組み上げているはずなので、水これ大丈夫なんじゃない？下水しっかり汚ねえな。色ついてるけど。あれ？エデンはエデン。エデン効果どうなったんだっけ？エデンって完全にクリーンするんじゃなかったっけ？まあ 5% とか 4% なら大丈夫なんじゃね？みんな我慢できるよね。大人だもん。そろそろ、高密度も行っていいかな。マンション行っちゃう、マンション。あ、でかっ！マンションでっかいけど行ってみようかな、ちょっと。よっ。はっ。アルペン建てよう、アルペン。アルペンのあのね、三角を生かしたいんだよな。あー、三角、あ、ギリギリ見えるな、ここ。ここにしようか。あー円だけ見える。ポーツ、円。日本レンタカー。存在意義。あ、すごい。大健闘じゃん。ほら。日本レンタカーって書いてある。スキヤ。どうかな、スキヤ小さいからな。あ、いいね。このなんか金網の向こうにあるスキヤって。いいな。捉えられてるスキヤ感あるね。いいね。なんかいいな。こうやって、みんなが主張できる場所を探してあげるっていうのもね。うん。この超合理的シティのね、主張としてやってあげたいね。ん？なんかカメラがふわふわ動いてる。あー！待って！水が溢れてる！いかん！水が溢れてる。これはやばいぞ。これはなんで溢れてるかというと、出水施設が足りないのか。あー、ちょっと、壊れてって。災害対策本部だね。災害対策本部、ここかな。これまたでかいからね。はい。出水施設の脇から、災害救助ヘリが飛びました。犬がすごい勢いで吠えてます。どこにいる犬。ちょっと待って。どうなってんだ。災害救助犬を探したい。どこだ。そう、犬吠えてるんだよ。犬どこ。もう何がなんだかわからない。これは激ムズだぞ、これ。ウォーリーを探せるところの話じゃないぞ、これ。あ、ここすごい、なんかすっぽり空いてる。すごい、立体駐車場みたいになってる。いかん。このままだと二重遭難になるぞ。ちょっと一回脱出しよう。危なすぎる、ここは。危険な街だよ。よし、家にいながら観光名所にも行けるようにしようか。ユニーク施設建てよう。上海にあるオリエンタルパールタワーだっけ。あー、いいね。隕石公園。時計台。日本の城。タージマハル。コロッサルスの巨像。
もうよくわからん。なんだこれは。熱が出た時に見る悪夢だな。いやでもね、うん、家にいながらにしてこれらのね有名なランドマークを体験できるわけですよ。ちょっと待って、タージマハル要素どこにある？タージマ、あーいたタージマハル。オリエンタルパールタワーと城ともうほぼ融合してますけどね。うん。そして君ゆい一人だけ仲間外れだな。君普通に立ってるもんな。君いらないな。はい、壊しましょう。融合してくれないとね、やっぱりね。うん。ダメだ、みんな耳やられてるぞ。騒音か。騒音でみんなやられてるのか。そうか。騒音は防げないのか。みんなの鼓膜破るしかねえな、もうな。医療センター建てればいいんじゃない？ねえ。これで強力に患者を治療しよう。なんかちょっとかっこよくなってきた。なんか未来感ない？これちょっと。いいでしょ、このあたり。城が医療センターに取り込まれている感じが、海外の人の間違った日本感みたいなね、感じがあるでしょう。めっちゃ混んでんな。すげえ並んでる。あとはあれだね、遊園地があるといいかもしんないね。ここら辺パークエリアですね。遊園地のメインゲート。当然見えないよね。当然見えませんね。どこが遊園地なのかさっぱりわかりません。遊園地はこの中にあるんだ。観覧車回ってる。あ、フリーフォールがあるね。フリーフォール。はい。ジェットコースター音がしてる。あ、ここにあった。はみ出してる。ジェットコースターありますね。いやー、皆さんどうですか？この超合理的シティ。住みたくなったでしょう。ただね、この街にもね、実は一つだけ弱点があって、災害に弱いんだよね。一箇所に全部集まってるからね。それをちょっと実証してみようかな。まずは、建造物火災。火をつけましょうか。はい。この辺りにね。あー、燃えてる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 。めちゃめちゃ燃えてんじゃん。あー、ちょっと待って待って、災害対策本部も。これなんて速攻炎症するでしょ。これは地獄絵図だな。ちょっと待って。この街、消防団2つしかないからね。めちゃめちゃ炎症してないかな、これ。ちょっと炎症してるかどうかすら分かんないんだけどさ。あ、ほら、人もみんな外で避難してるじゃん。他に行く場所ないから外にいるわ。多分この人たち、こんなに長時間外にいたの初めてだよ。ちょっと中行ってみようか。燃えてる？あ、赤い。赤いよ。めちゃめちゃ赤いじゃん。なんかどっかこっか燃えてんだろうな。ここに住んでいる誰かがうっかり火の後始末ミスっただけでこうなるからね。なんで。やーば。ダメだ、手がつけられねえ。超合理的シティが壊れていく。タージマハルとオリエンタルパールタワーがほぼほぼ無傷で残りましたね。あと民家的なものはほぼ燃え尽きた。生きてるの66人だけだわ。あとは普通の街づくりだとそんなに大きなダメージはない陥没シンクホール、これが多分致命的なんではないでしょうか。あーあああああ、大変なことになってる。あー、オリエンタルパールタワー、これしか残んないか。すごいな、ほぼほぼ壊滅ですね。うん、シンクホールがこれだけの威力を持つことはないよ。これ一撃必殺じゃん。というわけで皆さん、超合理的シティは大変合理的で、外に出る必要がほとんどない。すべて自分の家の周りだけで済ませられる素晴らしい街でしたが、残念ながら災害には非常に弱いと。あとよく考えたらこれすげえ密だな。ですのでちゃんとした街に住んだ方がいいと思います。
ご視聴どうもありがとうございました。よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。